ミハイル・ホドルコフスキー、ミハイル・ボリソビチ・ホドルコフスキー、1963年6月26日隊は、ロシアの元実業家、企業家、政治運動家、石油会社ユコス社の元社長、新興財閥、オリガルヒの一人、2017年現在は、英国ロンドンで事実上の亡命生活を送っている。ユダヤ系ロシア人として、 ソビエト連邦時代のモスクワに生まれた、モスクワ科学技術大学卒業、コムソモール初期となる。1988年、コムソモールの組織を土台として、メナテップ、部門間科学技術プログラムグループを発足させた、ソ連ジルソツ銀行と合同し、同年12月、科学技術進歩商業革新銀行を設立。同行は1990年、 メナテップ銀行、バンクメナテップと解消して、同行を中心にメナテップグループを拡大する。メナテップ銀行は、ソ連共産党の隠れ資産の運用、資金移転を実行していたとも言われる。同行は、1992年のエゴールガイダル、アナトリー・チュバイスが主導したバウチャー方式の民営化と、1995年に実施された。 株式担保が民営化の過程で多数の企業を取得し巨大な持ち株会社を形成した。1995年9月、グループ管理会社としてロスプロムを設立。メナテップグループは外国為替取引や国際運用でグループの資産を増やすと同時にロシア国内の有望な企業に対して投資・買収実施していった。 ロスプロムにはメナテップグループの投資部門が切り離され、ロスプロムグループとして一大財閥を形成する。担保入札を通じて、食品、繊維、建材、金属などの企業を参加に収める。石油会社ユコスもそのような形で吸収した企業の一つであった。一方、メナテップ銀行は1998年の商業銀行ランキングでロシア第5位に至るも、 同年のロシア金融危機によって破綻したはずだった。しかし、グループはユコスを中心として発展していく。ホドルコフスキーは、1998年ユコス社の社長に就任。原油の対米直接輸出を開始。ルクオイルと並ぶロシア最大の石油会社にユコスは成長する。2003年4月に渋ネフフチ社を吸収合併する計画を発表する。 メナテップ銀行は国際決済機関クリアストリームの2000年度口座ストに匿名口座を持っていた。同行は1999年8月に発覚したクレムリンスキャンダルに巻き込まれていた。この事件は IMF が貸し付けた数百億ドルをタックスヘイブに隠した事件である。だが2003年10月に脱税などの罪で逮捕、起訴されユコスの社長を辞任した。 ロシア内務省に証拠文書を送付したエレーナ、コロンブイコールポッポーアというフランス人女性は後日に次のような告白をした。すなわち、ユコスの金融担当副社長だったアレクセイ、ゴルボビッチの指示に従って、1996年から2000年にかけて、セーシェル、バージン諸島、キプロスなどに秘密講座を開設し、それらを通じて、 毎年4億ユーロの取引を行ったという。ホドルコフスキーの逮捕、追及は2003年後半にホドルコフスキーがプーチン大統領への批判を公言し始め、ロシア連邦共産党を含む野党に対し献金を行っていたことが直接的な原因であるが、さらにエリツィン時代に対等したボリス・ベレゾフスキーやウラジーミル・グシンスキー等のロシアの新興財閥、 オリガルヒを抑圧するなど、これ以上のロシア政治への関与に反対する白ビを中心としたプーチン政権側の警告というのが一般的な見方である。また、ユコスとシブネフチの合併で誕生するはずだった新会社の株式40%をアメリカの石油メジャーであるエクソンモービルに取得させる交渉をしていたことも石油の国家管理を進めるプーチン政権の反発を招いた。 検察当局は、ホドルコフスキーに対して、禁錮10年を求刑した。2005年5月31日、モスクワ市メシャンスキー地区裁判所は、ホドルコフスキーに対して、禁錮9年の実刑判決を言い渡した。共犯とされたメナテップシャレベジェフ会長に対しても、禁錮9年の実刑判決が言い渡された。同年9月22日、モスクワ市裁判所は、 高訴審判決で、ホドルコフスキーに対し、禁錮9年とした一審の判決を連携し、禁錮8年を言い渡した。また、1999年から2000年まで、約170億ルーブル、約652億円相当を脱税したとして、詐欺罪、横領罪でも有罪とされた。刑の確定により、同年12月に予定される、 会員補欠選挙に立候補する資格失った。プーチン政権による事実上の立候補妨害との観測が強い。その後シベリアチタ州、現在はザバイカリエ地方の刑務所に収監された。2005年10月、プーチン大統領、当時の誕生日を前に面会に来た親族や弁護士を通し、色々と大変でしょう。駐車伝、プーチン氏は軍での階級は、 中佐で、階級の上では大佐など上司がいることになるといった、皮肉を込めた表現を織り混ぜて、誕生日を祝った。半年後の2006年4月、刑務所で他の囚人にナイフで切り付けられた。メドベージェフ政権発足後の2008年7月16日、刑期の半分が過ぎたことから仮釈放を申請したが、同年7月22日、 ザバイカリエ地方地下市の地区裁判所はこれを却下した。2010年末、契機の2017年までの延長が決定された。2011年6月、欧州人権裁判所は、一連の公判や、高知環境の中で重大な人権侵害があったとして、ホドルコフスキーに対し、ロシア政府が24,500ユーロを支払うよう、命じた。 2013年12月19日、プーチン大統領は御社について明言。翌20日に、ホドルコフスキーは釈放され、同日ドイツ・ベルリンのシェーネフェルト空港に到着。その後、ロンドンへ移った。釈放の舞台裏には、ハンス・ディートリ被害者元独外相が仲介し、ドイツ政府も協力して秘密裏に行われた活動があったと観測されている。逮捕される2年前、 ロシア解放財団を設立し、そこにヘンリー・キッシンジャーとジェイコブ・ロス・チャイルドを理事に迎えていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。